ライミングマンは若杉君のりによる日本の音楽ギャグ漫画ヤングアニマルにて2017年15から2018年24号まで連載された最終話はセンターカラーで掲載されている若杉が音楽を題材とした漫画を連載するのはデトロイトメタルシティ以来となるデトロイトメタルシティにもラッパーが登場したエピソードがあるが 本作はより熱血青春っぽくなっている。ラップ漫画はセリフの因が特徴であるため、普通の漫画より執筆にずっと時間がかかると、若杉は述べている。木村すばるは本作で描かれているヒップホップカルチャーが鮮明でリアルであることを評している。高校生の当男は、かつてはシャカキングとして一世を風靡し、今ではニートなラッパーの父に幼い頃からラップに、 ついて叩き込まれていたが、すっかりラップが嫌いになっていた。学校でも東京大会3位のラッパーで、上級生の MC ビガーに足げにされ、ますますラップ嫌いになっていく。その父が、復帰公演として、出演を予定していた MC バトル。父が怪我で入院し出場自体を、当男に告げるが、その相手が、MC ビガーと知った、ト男は、フミオ AKA ライミングマンとして、 ラップバトルの舞台に立つことになり、次第に嫌っていたラップの魅力に目覚めていく。ありがとうございます。